ばんは、子ども地球サミット2012広報番組再放送始まりました。今日も、りなちゃんとあずみちゃんの元気な姿を見れるかと楽しみにしていたからはすいません、私です。はい、今日はですね、あ、ザカさんこんばんは、どうもありがとうございます。そしてシュークマさん、21時からじゃなかったのかなということで、そうなんです、時間は合ってるんですが、今日はなんと、重要な会議のがあったため、ちょっと1時間遅れて、配信させていただきます。はい、で、坂さん今日もアーカイブ大丈夫です。はい、まだ言われてないですけどね。はい、そんなわけで、今日は、お伝えすることがたくさんあります。あ、やせさん、新米の記事見たかったなということで、うん、Facebook で、シェアしてます。ぜひちょっと安井さん見てください。後で読み上げます、私も。はい、後でここでも出します。あ、そうですか。はい、なので、少々お待ちください。そして、クレイジークミさん、こんばんは、ようこそいらっしゃいました、ありがとうございます。記事良かったね。そうなんです、信濃毎日新聞、この地元の長野県の地元の新聞社なんですが、こちらの方取材に来てくださって、火曜日ですかね、取材に来てくれて、でその時に書いた記事が、本日掲載されました。でその記事が、Facebook 上でちょっと子ども地球サミットの仲間たちで皆さんでシェアしているので、ぜひ Facebook やってる方は見てください。今読める？はい、読めます。そしたら今、記事を用意しますので、皆さんちょっと聞いててください。はい、あ、安井さんラジャーということで、そうなんです、 Facebook でぜひ。そして私の、読み方、読む朗読でよければこのまま聞いていてください。そんなわけで、でちょっと話は変わりますが、安井さんも、安井さん先日はね、遠方から、イマジーさん主催のね、なんのこっちゃ村裸の会に来てくれたみたい、来てくれてありがとうございますということですね。そう、なかなか遠いのでね、でも安井さん、長野県にはね、かなり、愛着があるようなので、ぜひぜひ月に1回と言わず週に1回などってことでしょうね。そしてほのやじさん、こんばんは、ようこそいらっしゃいました、ありがとうございます。そうなんです、ほのやじさんが、のツイッターから始まったこの信濃毎日新聞さんの、掲載記事なんですが、はい、後ほど、読ませていただきます。準備ができたかな。原因聞いてみたの、誰かに。タイムダウンが読めない。昨日入れ直してたことなんで、だから特別に何かが足りてないかもしれない。クメさんが昨日メンテナンスしてくれたじゃん。あ、多田さんこんばんは、ようこそいらっしゃいました。ご無沙汰してますね、元気ですか多田さん。そっちはもう暑い、やっぱり。記事はいけそうですか。はい、はい、スイートテックの代わりに今使っているブラウザのクローリー。あ、じゃあ新米ちょっと、あ、雪のきわさんこんばんは、読んでください。ぜひちょっと今度遊びに来てくださいよ、事務所に。はい、それでは、本日掲載されました、信濃毎日新聞さんの記事を読ませていただきます。南美濃和から復興の願い、来月子ども地球サミット。東日本大震災で昨年は休止した子ども地球サミットが8月3日から5日、南美濃和村で2年ぶりに開かれる。今回は被災地の復興がテーマ。事前に希望者を募って岩手県陸前高田市を訪ねるツアーを計画しており、現地で被災当時の話や求める支援などを聞き、それぞれが感じたことや考えたことをサミットでコンサートの舞台に反映させるということですね。
本当は、ここには岩手県陸前高田市と書いてあるんですが、大槌町町も行きます。そして、サミットはドーソンが主催し、辰野町の記者の方が来てくれた時には、はい、まだ社協の方が、あちらの現地の社協の方と連絡を、ね、調整してくれていて、なんせ土曜日なので、まあ、窓口を訪ねたいのは土曜日の、ね、朝9時から10時を指定してしまったもん で、うん、でそれを、ね、出てくれることになりました。なのでこっち側の取材に対応してくることになりました。役場が休日なのに開けてくれることになった。本当ですか、向こう側で。そうそう、すごいですね。それがね、記者の取材の時には間に合わなかった。あ、なるほど。まあじゃあ そしたらしょうがないですよね。はい、サミットはドーソンが主催し、辰野町の会社トリニティが企画制作を担当。陸前高田市へのツアーは7月20日から22日に実施し、震災当時に約400人が避難した神社を訪ねて関係者から話を聞く。村内の小学3年生から中学3年生と保護者計15名を募っている。サミットの参加者は村内外から小学3年生から6年生の50名を募集中。初日の3日は入村式やミニコンサートなど、4日は2009年の同サミットで元宝塚歌劇団の田島久美さんが初めて歌ったオリジナル曲「明日はきっとやってくる」の合唱や振り付けを練習するコンサート、ソングスコンサートタイトルですね、は最終日の5日村民センターで開催。小学生と観客らが、明日はきっとやってくるを合唱する。ソングスをソングスコンサートと複数あソングスとごめんなさいソングスと複数形にしたのは、観客も含め一人一人の歌が集まって一つの舞台ができるとの意味を込めたという。歌の振り付けは過去のサミットに参加経験のある南美濃中2年の赤堀あずみさん13歳が担当。田島さんも4、5に参加する予定だ。4、5じゃ分かんないですね。4日、5日って4日、5日に参加する予定だ。初日のミニコンサートに出演する道中3年のあれがほのかさん14歳は、被災地に届くように歌いたい。唐木和直村長は復興につながるイベントにしていきたいと話している。サミットは参加費がかかります。12,000円、被災地のツアーは5,000円。いずれも18日までに村役場かサミット公式ホームページを通じ申し込むということで、信濃毎日新聞さんから、本日発表されました。子どもたちも、それに合わせて募集をしてますので、ぜひぜひ、お申し込みください。ではサミットのスタッフさんプロデューサーからポイントを一緒に清水さんと説明してもらっていいですか。はい、はい、じゃあ概要をホームページのポイントその位置からいきますか。はい、ちょっと待って、さんの用意。はい、じゃあ皆さんちょっとしばらく、今しばらくお待ちくださいね。ホームページの、はい、こんな感じ。今ホームページを更新しまして、ポイントを見やすくポイントをね、作りました。ぜひぜひ皆さんちょっと見てみてください。はい、あ、はは、なるほど、そういうことですね。まず第一ポイント、子ども地球サミットとはこちらの方ですね。開けました。はい、準備ができ次第、こちらの方を紹介したいと思います。じゃあ、はい、ますか。はい、この前、子ども地球サミットはもういいよね、世界中の。そうですね、になる場ということで、はい、ずっとホームページのトップページに掲載させていただいてましたね。はい、ここで沢さんがいて、はい、はい、子ども地球サミットとはということで、ここいうのかな、はい、子ども地球サミット、これね、プログラムですね。Facebookで皆さんが、あ、なるほどって言ってくれたやつ。はい、じゃあそうしましたら、次の子ども地球サミットのプログラムとはこちらの方を紹介させていただきます。
子ども地球サミットのプログラムを大きく分けて2つあります。プログラムその1、サミットの参加者同士で歌やダンスの稽古を通じて時間を一緒に共有する。今年の海外参加者は東日本大震災の影響でまだ未定ですが、子ども地球サミット、このイベント前回来てくださった、エジプトの子どもたちはすごく楽しみにしていたようです。国内外はもとより、毎年海外からも参加するサミットは世界中の子どもたちと友達になれる場です。サミット最終日に行われるソングスコンサートは、毎年テーマに沿ったオリジナル楽曲、今年は東日本大震災復興を願った楽曲、明日はきっとやってくるをエンディングに披露します。サミットの参加者はその課題曲の歌やダンスの稽古をサミット開催期間中2泊3日一生懸命行います。この稽古は参加する子どもたちに対してプロの演出家やアーティスト、ケースシーンメンバーたちがとっても厳しく指導に当たります。時には涙することもあります。最終日に行うソングスコンサートの舞台に上がる前には、みんなで毎年掲げるサミットのテーマに基づき、ステージ上からどんなメッセージを世界中に届けたいのかをサミットを通じて出会い、時間を一緒に共有した仲間たちと語り合います。そして、はい、プログラムその2、達成感を体験し世界中に友達を作る場、それがソングスコンサート。サミット最終日に行うソングスコンサートは、参加者たちが厳しい稽古の成果を発表する場です。そこで味わう達成感はそれぞれの心の奥底に残ると信じています。その達成感を体験したとき、一緒に時間を共有してきた仲間たちは友達となり、その輪が世界中に広がっていくことを子ども地球サミットのビジョンとしています。毎年今必要なことに対してテーマを掲げて実施するエンターテインメント性あふれるソングスコンサートは、入り口遊びで出口は文化をスローガンに開催され、子ども地球サミットが世界各国で開催されることを目的とした広報の役割も担っています。はい、そして足部さん連れてきて、はい、ポイントその2、はい、いきます。はい、サミットですね。子ども地球サミットに出演者、はい、要は今回は合唱団として参加する、はい、ごめんね、ささん入れた、はい、あ、入ってるね、はい、じゃあささんにフォローしてもらいます、はい、ちょっとあそこの向かいます。これあれ誰かツイートしてるツイートしてないです、まだ。じゃあ一緒にそれをさせていただきます。そうしましたら、今年のサミットの募集要項ですね、はい、こちらの方を紹介します。日程が2010年8月3日か3日の金曜日から5日の日曜日、2泊3日。対象者は、小学校3年生から6年生。募集人員は、昨年とは半分ですね、の50名。参加費は12,000円、宿泊費と飲食費を含みます。そしてなんとオリジナル T シャツをプレゼントしちゃいます。で、今日ね、問い合わせが、はい、清水さんもつぶやいてるけど、T シャツのこと一応言ってた方がいいよね。そうなんです。基本的には出演者とテクニカルスタッフだけなんだけれども、はい、まあ、新聞出てからね、すごい問い合わせ で T シャツが欲しいとか、はい、でそれに関しては今プロデューサー沢さんと相談中なんだよね、はい、増刷して販売するかどうかは今検討中です。そうですね、何気に一番人気なのは裏方さんのね、T シャツなんですよね。はい、はい、見たらみんな欲しくなると思います。はいはい、そして宿泊場所、大芝高原内フォレスト大芝で、プログラム、メインのプログラムはサミットの開催期間中、プロの演出家やアーティスト、KSC メンバーの指導による子ども地球サミットオリジナル曲、東日本大震災復興支援楽曲、明日はきっとやってくるの合唱&振りの稽古。編曲はなんと南美濃中学校吹奏楽部顧問の田代清隆先生です。そして、プログラム第1日目、8月の3日金曜日、13時から入村式、はい、南村民センター、はい、村民センターで行います。サミットは人員を100名から50名にした理由は、はい、まあ、ソーシャルメディアがもう、こんだけ出て、うん、で世界中に発信できるツールを得たので、まあ、ああいう大きな会場でインパクト出せた。小学校大会はね、ああいうふうに、
演出構成するっていうことですごく評価が高かったもんね。いやだって雪村泉さんもみんな驚いてましたもんね、まあ、そうでそれの必要がなくなったっていう意味だよね。今度はもうちょっと中身、うん、で今度は逆にね、エッセンこのエッセンスの中身を世界に発信するっていうことに集中しようということだね。はいはい、はい、そして14時半から大芝高原散策、16時大芝高原の中を、自然体験をします。で16時半からケース C ほのかミニコンサート合唱稽古アトラクション、こちらの方ぜひちょっとお耳皆さん楽しみにしてくださいね。結構楽しみにしてます。18時半から夕食、19時半から入浴、これは大芝の湯に入ります。21時から就寝、こちら今日は早く寝ます。はい、このミニコンサートっていうのは、はい、ほのかの新聞にも今回初めてだよね。そうですね、まあ、ほのかの、コンサートとあと高田ちゃんはこれには一緒に僕と入ります。はい、であと合唱の稽古、ここで初めて合唱の稽古をして、あとアトラクションゲーム大会とか、初めて子供たちが来た時にやっぱり馴染んでもらわなきゃいけないもんね。そうですね、はい、はい、で今まではこういう役割はプロのアーティストっていうかね、田島久美さんとかいろいろプロのアーティストに役割をこうやってやってもらってたんだね。一緒に交流したりとか、はい、でそれはもう久美さんとももともと5カ年計画のビジョンでサミットの子どもたちが大きくなって、そういう形でこういうねプロのアーティストの役割を担えるようになってほしいっていう意味では、まあ、今年がほのかと、まあ、あずみが、まあ、その役割を担ってくれるということで大成長だよね。そうですね、はい、はい、そんなわけでキッズセッションクラブの子どもたちがかなりね、出てますね。はい、そして8月の4日翌日ですね、土曜日6時半起床、7時朝食、8時野菜の収穫、これちゃんの野菜です。これね、はい、海外の子どもたちに大人気なんですよ実は。で今まではサミットはこういうことを逆に一番のメインプログラムにしたんだね、自然体験とか、はい、そうなんです。これは一切ない、まあ、ないっていうよりこういうのはもう一番ね人気あったものだけ残したんだよね。はい、そうなんです、はい。じゃがいもとトウモロコシです。おお、それじゃがいもってサワープロデューサーの味じゃないの、好みじゃない、え自分が好きだからだよ。いや、あれですよね、その日の夕飯にのバーベキューで食べれるってことですよね、じゃがいもも。いやいや、ってことですよね、はい、はい。そして9時から合唱歌ぶりの稽古、こちらですね、明日来たってくですね。12時昼食、それぞれの班で、はい、はい、KC の中学生が思いっきり指導します。あと僕とかエコグループのメンバーも、はい、あと久美さんも来てるんで、はい、やってもらいます。ありがとうございます、はい、で12時に昼食を挟んで13時から KSC 安住ミニコンサート&合唱稽古アトラクション。安住から今日 DM が来て一生懸命楽曲をピックアップしてて、土曜日は早めに来てちょっと打ち合わせすることになりました。お、そうですか。でこのまま安住のミニコンサートが終わった後、はい、一回ね子供たちに田島久美のリハーサルを一般公開しません、それをこの子供たちに見させてあげようと、どういうふうにプロのリハーサルが行われているかっていうのとかをね、はい、初めてだよね多分。そうですね、はい、はい、でその後、17時半から夕食、こちら大人気バーベキューですね、はい、19時半から入浴で就寝となります。はい、その翌日8月の5日日曜日、こちらが ね本番の日ですね、はい、7時起床の、朝食を食べて荷物整理をして、9時からサミット東日本大震災復興支援について、こちらの方ね、みんながどういうふうに考えるのか気になりますね。これはこのサミットっていうのは今回サープロデューサーから毎年テーマを掲げて、はい、今年は東日本復興支援っていうのを子どもたちが見てきたものっていうことでね、みんなで語ってもらおうかなと思ってます、はい、はい。そしてそのあと10時半から合唱歌ぶり稽古で、11時半の昼食を挟んで、12時半ゲネプロ参加、こちらの方ね、はい、本番同様にやるんですね。そして15時半から軽食休憩衣装メイク、ショートメイク、はい、ありがとうございます。そして17時からなんとソングスコンサート本番の出演、はい、そして19時お別れ会があって20時に解散、はい、といった形になりますね。はい、応募方法は、南箕輪村役場総務課企画係の窓口にある申し込み書に書いていただくか、このウェブ上から、さあさあサバ EP と、KES アンダーバー JP がツイートしてますので、ぜひこのウェブ上からお申し込みください、
な締め切りが7月の18日の水曜日ですので、お早めにお申し込みください、はい、でも多分見てる方は該当の小学3年生か6年生の方はなかなかいないと思うので、お子さんがもし3年生か6年生の方、はい、ぜひぜひこの機会に、ええ、お父さんお母さんは観光で来てもらってね、子供をその期間預けてもらって、そうですね、で5日の舞台で一緒に歌を歌うと、うん、そう、長野県もね今結構涼しくて過ごしやすいですよ。あの遠くの方たち皆さんぜひちょっと遊びに来てくださいよ、はい、じゃあ次は被災地ツアーの、はい、それでは続きまして、これが一番ちょっと私が、はい、今回急遽塾をちょっと休んで、はい、塾生にも一応声かけて、で清水製作チーフにも、一緒にみんなで来てもらおうというふうに計画を立ててます。はい、どうぞ。はい、被災地大槌町陸前高田市取材ツアーの募集要項です。取材目的はサミット最終日の8月5日日曜日に行われるソングスコンサートの舞台上で被災地の取材をした子どもたちがその体験談をさまざまな形、演劇、朗読、映像、歌、ダンスなどで発表するため、取材時に撮影する写真や動画をコンサート会場のロビーで実施する写真展、南箕輪村の子どもたちが見てと撮影した今の被災地やコンサート中の出演素材として紹介されます。このツアーで子どもたちが取材したノートをもとに脚本演出家の伊藤さんが今年の脚本を完成させますということで、タイトですね。日程が7月の20日金曜日の夜から南箕輪村を出発し、22日の夜に南箕輪村に到着するような予定になってます。募集対象が南箕輪村村内の小学3年生から中学3年生15名のみです。構成してるね、後で南箕輪村村になってるね、うん、私もね、あ、これか、うん、南箕輪村村内、南箕輪村内か、うん、はい、保護者も参加あります、大丈夫です。そして15名ってなってますが20名ぐらいいけそうです。はい、はい、今続々申し込みが、来ております。はい、はい、そして、参加費が5,000円、宿泊費めちゃめちゃ安いですよ。だってまあまあいいや、ね、2泊3日だもん、うん、宿泊費、交通費、飲食費、入浴費を含みます。プログラム、ツアー参加者には詳細資料をお渡しします。後日お渡しします。7月20日の金曜日、18時45分、南箕輪村役場駐車場にてツアーの受付をします。19時には被災地に向かって出発します。そして、被災地までは、何時間だ ?7 時、7時間 ?8 時間。なので、バスの中で寝泊まりをちょっとします。はい、ちゃんとこれはプロのバス会社にお願いして、はい、ちゃんと運転手をプロの運転手付き、はい、で保険にもかけて、はい、素人さんには運転させません、はいはい、高速降りてからがまた2時間3時間かかるんで実質ね9時間10時間なんで、あ、そうだ、あ、そうだ、今回大槌マン、大槌、まあ、一般参加保護者のカズマちゃんとかよかったじゃん、ゆっくり寝て、そうですね、カーッと遊んでくれはい、はい、7月21日土曜日、7時から岩手県大槌町にて朝食を食べます。で、8時、大槌町で取材、撮影、途中役場により、9時、大槌町役場訪問から10時、大槌町役場を出発します。あ、これも沢さんごめん、後で構成の時に言ってください。この大槌町役場によりますので、いらない。今2回目です。ですね。はい。はい、そして12時から陸前高田市に到着し、あ、なんて読むんでしたっけ、これ。これは何だっけ、ご石海岸。ご石海岸、さあさあ。五石。はい。ごめんなさい。確かご石海岸。はい。ご石海岸。はい。すみません、ありがとうございました。ご石海岸で。はい。はい。合山神社の、まあ、一番今回窓口だったおばあさん、滝子さん。はい。いっぱい本にもなってる。ね、宮司さんの奥さんと、はい、この倉庫さん娘さんと合流します、うん、はい、さっき、記事にもあったように、うん、400名を、被災の、被災地と被災
者を、うん、避難所として、迎え入れた神社で、神社の方ですね。その神社にも夕方いるんだよね。はい、じゃあどうぞ説明します。はい、碁石海岸の見学から撮影入ります、はい、そして14時から、箱根展望台陸前高田市の被災した施設の見学撮影。ここからね、一望できるんだって。おで、まず市役所、体育館、もう全部ないよね。駅、学校、道の駅などで、そこからまず一望した後、それぞれの施設に降りていくって言ってました。で、全部説明を、あの倉庫さんがバスの中乗り込んできてくれることになって。ああ、そうですか。そう、ありがたいですね。で、最後に一本松を見て、合山神社に行くと。はい、はい、でもともとあの小学校の先生をしていた方なので、ね、説明はすごく上手なので、分かりやすく説明してくれるかと思います。で、合山神社を見学して、はい、あ、まあ、撮影、はい、この体験談が一番ポイントかな。うん、でまずは滝子さんから避難場所となった合山神社での、まあ、体験談、はい、まあ、その場で聞くわけだから。うん、で次倉庫さんからは今度被災地とか被災者がこの先求める支援、本当のボランティアのあり方とか、ね、そういうのを一回考えようかな、みんなで。そうですね。で、この日は特別に合山神社を立って5時に、はい、で、もともとは合山神社を止めていただきたいなと思ってたんだけど、水道とかね、やっぱりまたインフラが被災の後全然揃ってないよね。1年経ってもそうなんだよ。で、あとこの後はね、実は隅田町に行って、はい、基地だね、自衛隊の駐屯所になる、はい、でそこで実は夏祭りに、うん、参加します、はい、その地元の人とボランティアの人たちが、はい、でそこで夕食を食べて、でボランティアの人たちとの交流だね。うん、で、あとは地元の人と、はい、で最後取材ノートを自分たちでまとめてもらうっていう一日を、はい、失礼しました。で22日、はい、7月の22日日曜日7時起床朝食から取材ノートをまとめます、はい、9時半には、遊林ランド種山にて入浴。おお、なんか大きいいいとこらしい。おお、そうなんですね。10時半から自由に見学取材。あ、こちらの方も面白そうです。11時半帰路に着きます。そして、応募方法、南箕面村役場総務課企画係の窓口にある申し込み書に記入いただくか、先ほど、トリニティアンダーバー JP さん、そして KSC アンダーバー JP から、リツイートしましたウェブ上からお申し込みください。そして応募締め切りは同じく2012年7月の18日までです。本当に定員なり次第、締め切りなんですね。はい。はい、なので急いで募集してください。あ、申し込んでください。はい、で最後はポイント方はもう、はい、あれですね。そうですね。あの明日きっとやってくるの合唱譜を、はい、はい、ダウンロードできるようになってますもう。はい。なんとダウンロードできるようになってます。はい。で入ってください。はい。今日また。あ、また KS から言ってた方がいいんじゃないかな、清水さんから問い合わせが入ったので、はい、入場券ので、あくまでもう今回は、会場の16時30分はい、会場会場何時でしたっけ。16時半です。16時半の会場時に渡す整理券を受け取った人だけしかもう入れないということをくれぐれも言っとかないとね。はい、だからもう結局は並んだ順ですね。そうですね。まあ、300席って言ってるけど、実際には PA 席潰れるんで290、280、90ぐらいですね。280いくつだね、はいはい、あれですか、ソングスコンサートの開催概要もお話ししちゃっていいですか。あ、はい、どうぞ。はい、そしたら、ホームページじゃなかった、画面変わりますか。はい、はい、次は、続きまして、その先ほど言っていました8月5日に行われるエンターテインメント性あふれるステージソングスコンサートの開催概要を紹介させてもらいます。これポイントに入れてなかったっけ。これはポイントに入ってないですね。特別のところに入ってます。それだけのものに。あれ、沢さん入れとかないとダメだよね。そうです。ああ、だって今合唱サミットのことと被災地ツアーポイント、はい、まあ、ごめんなさい。そしたら、コンサート名ソングスコンサート
開催日時が2012年8月5日の日曜日、16時半会場、17時開演。会場が長野県南箕輪村民センターのホールになります。役場隣です。入場料は無料。会場時にロビーで整理券を配布いたします。開催テーマは東日本大震災復興を願い、子ども地球サミットオリジナル曲明日はきっとやってくるを観客の皆さんと一緒に400人で大合唱する。昨年起こった未曾有の災害を忘れないために、そして語り継ぐためにというテーマですね。そして演出のポイントがあります。出演者及び観客を、合わせた人数が約400人のため、コンサート会場を避難所になった陸前高田市の合山神社、避難者約400人に見立て、南箕輪村の子どもたちが被災地を訪れ、これ伊藤さんから説明してもらったらいいですね。はい、いいですか。取材した体験談や被災地の今の現状を撮影した写真を、さまざまな形、演劇、朗読、映像、歌、ダンスなどなどで発表しながら舞台は進行します。エンディングは支援曲明日をきっとやってくるを約20分間の組曲にアレンジし、クラシック、ロック、リズムソロ、ダンス、アカペラなどなどを織り交ぜながら、出演者&観客約400人が参加した大合唱としてお届けいたします。でこのアカペラを実はちょっとあるあのオーディションをこの土曜日にやることになったんだけど、中学2年の女の子で、でまあその子が受かればまあ基準はやっぱり安住よりも表情出せるかどうかって、で出せたら安住ちょっとショックがあるだろうはいはい。そしてロビーには開催企画、特別写真展被災地の物産販売を行います。写真展のテーマは南箕輪村の子どもたちが見て撮影した今の被災地。そして、今年も出演者田島久美さんですね、元宝塚歌劇団、元参議院議員、子ども地球サミット応援団長。サミットの参加者は村内外約50名。そしてキッズステーションクラブ、子ども地球サミットの広報活動を担い、歌って踊って演技するアーティストたち、ケース市の所属の中学生たちは、子ども地球サミットに参加する子どもたちの歌やダンスの指導、運営面のサポートを務めてくれますということです。はい、はい、以上。はい。そうですね。舞台監督が補佐が来てますね。はい。はい、はい、分かりました。そうしますと、さあさんから何かありますか。今一番から全部読んでたんでね。はい、じゃあ一通りは大丈夫かな。はい、はい、ちょうど30分に読んだ。じゃあ行こうか。はい、それでは、6月の30日にお届けしました、子ども地球サミット2012広報番組、リナちゃんとあずみちゃんが元気よくお届けしています。この日はあれですね、上条くん、あ、それも違かった、ごめんなさい、はい、が、お届けしております。それでは、再放送お楽しみください。 VTR スタート。子ども地球サミット2012広報番組始まりました。りなです。あずみです。よろしくお願いします。はい、ということで始まりました。はい、今テームラインにはザカさん、今テームラインって、言ってないよね。言った、ごめん、聞いてなかった今タイムラインにはザカさん、はい、こんばんは。確認音声アーカイブ良いか、大丈夫です、ありがとうございます。ザカさんだけかな今ね、沢さんとマユカちゃんが、はい、ということで、はい、そして
あ、清水さん横とか総出君とかみんなやってくれてます今、やってます、はい、用意してもらってます。はい、はい、ということで今日は2人もスーパーゲストが来ているということで、はい、今日は最初に紹介したいと思います。あざかさんがお二人とも夏模様ですね。はい、半袖です。そうですね、はい、結構ここの部屋エアコン効いてちょっと寒い気もします。本当大丈夫けど、まあ、歌ったりとかそうだそうだ、そうだ、うん、はい、せーの、あ、いきます。ごめん、最近詰まるのダメだな。いきます、せーの、スーパーゲストほのかと上条先輩です。イエーイ、こんにちは、こんばんはだ。はい、ということで今日は上条先輩とほのかが来てくれました。はい、スーパーアシストです。はい、そうです。2人紹介と同時にガーッと上がってくれますよ。イエーイ、アイトさん、はい、もう少し上条先輩の方にカメラ寄せた方が。あ、それ清水さんですね、すみません。はい、さすが。ちょっと俺もタイムラインで呼び込みます、うん、はい、もし来てるんじゃない。お、お、こんばんは。こんばんは。私最近焼けたんですよ。そんな風に見えないですよ、うん、全然見えないよ。全く見えないですよ。焼けたんですよ。え、焼けた。それがショックで、ショックで全然焼けてない、まあ、それ本当に。でもな、 俺から言うのおかしいけど、男はまあいいよ、女性は本当にいいな、絶対その方がいいと思う。俺だって18とかモデルっているじゃん、高校生とかのな、やっぱ友達いっぱいいたんだよ、東京に。その子たちやっぱり20歳超えて半ばぐらいになると、シミ丸け、そう、あんなに綺麗かった子たちがイエーっていうぐらいシミだらけ。私でも前黒かったから多分将来シミやばい。でもね、一番ね、10代の時だって、10代の14ぐらいの時のシミが出てくるって言ったね。今からだよ。今から？小学校の時のやつは関係ないんだって。だってよく考えてみな、小学校の時でみんなプールとかやってるじゃん、その子たち全員がシミ出てたら、まあおかしいじゃん。でもね、中学生とかから。でも中学生で、この前金曜日だったか、うん、水泳の授業があったんですよ。でその時に私はまあちょっと入らなかったんですけど、うん、友達で入った人全員、うん、もう水着の跡がみっちりついてて、あ、全員もう、え、これだけでみたいな感じですごい日焼けしてました。私必ずもうべっちゃべちゃ塗ってく日焼けだね。だから、白くならない、上がった後ならないやつを買ううち今年はめっちゃ日焼け気をつけてるんだよ、うん、私も結構黒い。腕はもう焼けたほら、うん、同じだよ、同じ。え、全然ほのか結構、どっちがほのか黒いや、多分ほのかの方が白いって。ほら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 、ほんとだねえねえ、もういいよ、ね、黒健康食だから、まあ、運動部は黒いですよ、はい、テニス部だってほとんどみんな黒いもん、テニス部、うん、ハズレハンズボンそうですね。こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。帽子とかかぶんないんですか？帽子はかぶります。もう俺かぶんなかったけど。この父も来ました。こんばんは。こんばんは。はい。ということで、今週の木曜日でしたっけ？あ、水曜日だ。今週の水曜日にはなんとこの、また南美濃は中学校に、うん、サックスの講師のみーちゃんが来てくれたんですよ ね、 ね、はい、そうですね、よかったって言ってたよ、木管の人たちもって、はい、でその映像は、ちょっと真面目に教えてるからな、あまり広報番組的に流してもちょっと面白くない人は面白くないんでということで、それは YouTube に、ずっと見てるのもね、そうだね、だから清水さんね、はい、それ YouTube のみーちゃんのやつ貼り付けてもらっていいですか。もうやっていいですか。あ、どうぞ、今説明してくれてるんで。あ、澤さん来ました、こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。そ、疲れ気味の澤です。澤ちゃん、言いましたよ、昨日夜中1時まで安住のツイート、はい、案の定もう夜の7時まで落ちしてたっていう7時からすいません、ちょっと大丈夫よはい、
じゃあみーちゃんのやつは今清水さんにツイートしてもらって、はい、今ねちょっと伊藤さんちょっとまだ入れてないんだよ。じゃあごめんなさい、ブルーベリー園だ、ブルーベリー園、はい、馬散歩、馬散歩、じゃあ先行きますか。いい、いいですか、どうぞ。はい、あ、待ってください、ごめんごめんごめん、いいですか。それでは今回のウパ散歩は第196回目で、南箕輪村大和屋農園、大和屋農園かイントネーションが大和屋農園ということで、一番最初のミュージカルの時に出てくれたゆっこちゃん、ゆっこちゃんっていう、うん、トロコ役のね、はい、トロコ役のゆっこちゃんの、ブルーベリーということで、はい、その、ところに清水さんが行ってきてくれました。はい、ウパさん覚えてるかな、そう、あ、どうぞ説明、いいですか。ウパ散歩とは、子ども地球サミットが行われているここ長野県のいいところを清水製作チーフが散歩をして世界、いいところを散歩して、あれちょっと待って、もう一回行きます。世界の人に何を、世界の人に、世界中の人々に長野県のいいところを知ってもらうために、そうそうそう、清水製作チーフが散歩をしてお届けする企画となっています。はい、イエーイ、イエーイ、はい、あの上条先輩 VTR の振り知りません、あ、それやんの、やりましょう、え、この番組に出たからにはやってもらわないと、はい、いや、やんないとですよねウパ散歩だよ、ちょっと待って、あ、まだ用意してない、じゃあその用意してる間 に、じゃあ振り教えましょう、はい、まず、VTR を体で作ります。体で、体、手で、体で表現します、体で表現します、はい、これはソデー君もクメダモ君も見とくよ。はい、まず V を手で、はい、V を手でこうやって V、 V、 T はこうです、 T、 手のひらの真ん中に T、 T ですね、これ T、 ぜひ視聴者の皆さんもご一緒に、T、 R は右手をここにつけて、おかしい、あ、そうです、そうです、で、ピョーンって、ね、これ R じゃないよね、私前からまあまあまあ、え、まあ、R になってる、 R って、こうじゃね、こうだって、ちょっともう一回やって、だって待って待ってるよ、味方によったらこうなってるもん、あ、でも味方、この手がもうちょっとそうそう上がればいいだけじゃない、こういうこと、あ、そういうことだ、あ、そっちの方あるわ、こう、じゃあ、じゃあ、そうじゃなくて、それで顔がこうなってるから、手で作るんだって、今できない、見て、え、こう、え、え、おかしくない、あ、ほのかの言ってる意味分かった、そっか、こう手出てるところにこっちがこうなってくる、こうじゃね、ここが、ここが R のこっちじゃない、あ、そういうことか、手直しが入りました。長いこと、長いことこうだ、こっちか、こっちか、こうだよ、こうだよ、こっち、あ、こうか、あ、かしこい、あ、はい、今日から変わります、はい、今の、今までのずっと、私はずっと間違ってたんだよ、でも潔いよな、あ、こっちがいいと思ったら、お、はい、今日から変えます、マジで変える、え、いいですか、リナさん、どうぞ、はい、どうぞどうぞ、はい、じゃあV、V、V、T、リナさん、いいですか、 T、T、R、 こうして、 R、スター、スター、ト、ト、そうです、ミョン、ミョン、こっからなんか突き出す、多分これまだ清水さんトップとかに行ってないかな、ね、はい、細かい動きがすごいんで、たもしかしたらトップページじゃない、これこの間さ、ギターレッスンのやつが、はい、久々トップページに行ったら2500人がすごい、すごい、でもね、清水さん多分見てもらっていい、動き方がちょっと異常なの、この細かいのブロックみたい、あ、こういう時はね、多分教育カテゴリーかな、ちょっとごめんね、はい、ユースリームの方、はい、じゃあ、もう一回やってみましょう、せーの、 VTR、 あ、あ、あ、練習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 、はい、こっち、ワンモア、せーの、VTR スタート、はい、オッケー、あ、ソーデさん来ました、こんばんは、こんばんは、カテゴリーとか、はい、教育か、そしてトップですかね、はい、トップではないです、教育か、
あ、玉木さんがですね、あの URL を貼り付けてくださったので、はいはい、今ね、皆さんそちらもUstreamのトップページのトップではないけれども、Ustreamの教育っていうとこではまたトップに。だからだ。なるへそ。なるへそ。最近取り上げられるよね。ほう、マイカが。マイカ。皆さんこんばんは。アズ、リナ、ホノ、上条くん。ホノって立ってる。ホノって立ってるから。まあ、アズとホノだから。そうそう。こんばんは。こんばんは。今日はサマさんとシミュさんで一緒に。そう、沢さんと清水さん、マイカだよ、清水さんじゃない、清水さんは今日何のこっちゃいとかイベントがあるんで、はい、マイカちゃんが黒髪で行ってます、はい、スプレーを、はい、ガーッと。でもマイカちゃんだいぶ黒に戻ってきた。どう、うん、今伸ばしてるもんね。よっしゃ、黒の。あ、ほの乳も教育カテゴリーのトップですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、俺ほの乳も髪の毛するところがないし、どっぷりやジハだ、する髪がないパパパパ、誰が行こうよ、はい、すごいよ、頑張ろうぜ、なんか動きが今日異常に、はい、全部下がってるから。あ、でも全然相対人数がいいです。はい、せーの、VTR スタート。おいおいおい、皆さんこんにちは。今日は南箕輪村からお届けしております。見てください、この朝模様、山の方には雲がまだ下の方にいますね。この絶景、なんと今日は私、ブルーベリー園に来ています。こちらですね、お裾分け市場で扱っている商品ブルーベリーを、取材しに来ました。まだまだ、ブルーベリー、こちらですね、ちっちゃい、かわいい玉になっています。これがみんな、紫色に変わっていくんですね。そしてなんとこちらの方にはもう色づいて大きくなっているブルーベリーがあります。今年も、いい出来だそうですよ。そして、あちらにいるのが、生産者の、白鳥さん、こんにちは今年もよろしくお願いします。はい、ブルーベリーね、この木を育ててもう10年になりますか。あ、どうもありがとうございます。いつも美味しいブルーベリーをこちらこそありがとうございます。で、土の方なんですがね、このようにもみ殻が、はい、敷き詰められているんですが、これは何か理由があるんですか。そうですね、うちは、お米も作っているんですけど、ね、まあ、お米を作るとどうしてもこういうもみ殻っていうのが出てくるので、ブルーベリーを作ることによって、マルチ効果、雑草を抑えることができるっていうのと、まあ、有機質なんで、まあ、栄養素が含んでいるし、ブルーベリーには持ってこいの。ああ、そうなんですね。へえ。お米のリサイクルをしながら、ブルーベリーにも活用してるという感じですね。ああ、なるほど。じゃあ、あれですか、このブルーベリーにとてもいいこの効果だということですね。そうですね。はい。もみ殻を敷いたり、米ぬかを巻いたり。うん、甘みを出すっていう効果もあるので。おー、そうなんですね。いいんですか、企業秘密じゃないですか大丈夫です、はい、でこちらの方、この周りに敷かれてるこの白いのは、はい、これ貝殻なんですよね。貝殻はカルシウム成分で、人間と一緒でこう医療要素でカルシウムを取ると、栄養の吸収を良くするというか、効果があるので、有機質で、貝殻
らを巻いて、ブルーベリーの体の体調を整えてあげるというか、へえ、吸収しやすくしてあげる。なるほど、素晴らしい。ありがとうございました。作業中すいませんでした。はい、じゃあこの辺ちょっとブルーベリーを取って回ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ゆこちゃんでした。とても可愛い方ですよ。見てください、このように、粒揃いになってます。ここら辺だんだん木が成長してだいぶ前よりも取れるようになったそうです。素晴らしいですね。それでは、今年も始まりましたブルーベリー販売ですが、ぜひ皆さんこのように、無農薬で作っていますのでぜひお試しあれ。それでは、今日はブルーベリーの画像とともにお別れしましょう。また来週、アズリナーバイビー。アズリナーバイビー今日ダメだ。これ上条出ないと思うわ。まあ何でもやるやんこいつ。最高。最近の中学生のやつにさ、ちょっとやっぱ変わってるね。うん、変わってる。違う、やっぱり大陸の地だよ。変わってる変わってる。じゃあ昨日伊藤さん東京行って、いや、まあもう1年前か、覚えてる、もう1年前だ、ほのかの前か。ほのか覚えてるよ、あの時。楽しかった。めっちゃ楽しかった。めっちゃ目が輝いてる。めっちゃ楽しかった。もう今でもクイクラ買ってるし。で、その11後に愛子和田先生が亡くなって。今回伊藤さんはね、ちょっとお仕事でかかって、でまずはその舞台見たの。でその後、某レコード会社の人たちと打ち合わせがあって、でその若い女の子たちに最近どんなもの買ってったら喜ばれるのって言ったらね、これがうまいって言ったやつをちょっとプレゼント。わー、はい、ありがとうございます。東京バナナさん、東京バナナが作ったいちごバージョン。ありがとうございます。上条、はい、ありがとうございます。銀座のいちごケーキで、かわいい、かわいくないですか。美味しそう、うん、美味しそう。それ食ってないの、いや、食べてるのを見た。あげたって見ない。いやいや、もう食べてるのを見たの。見てる、すごいから。あ、じゃあ。遊びみたいになったじゃないか、日本語は。いただきます。あ、リバーブ入ったままでした、すいません。え、なんかすごいケーキっぽい、ほら。本当、中の味見て、見せて見せて。まだ食べて。すごい、イチゴの匂いする。中が変わってるって言ったら、中。割ってみていい？いいよいいよ。あ、なんかテレビみたいじゃない？甘そう。あ、美味しい。なんか、うわ、これちょっといいんじゃない？いいんじゃない。あ、ケオドさんが来ました。こんばんは。パカ。あ、ケオドさんも。今はですね、伊藤さんの東京のお土産の、いちごケーキをいただいてます。あ、はい、なんだっけな、 C&C C&C さん、こんばんは。今日はほのかと上条先輩がスペシャルゲストとして来てます。アシスタント、はい、アシスタント。ちょっとその意味も後でな、説明。次、段取り何でした？食べる。これ急に入れちゃったな。それ食べるべき。ブルーベリーの話じゃない？あ、ブルーベリー、あ、ブルーベリーのゆっこちゃんのね、清水さんが、安住とか多分みんな知らないと思う、あんまり。あの、子供地球サミットというか、トリニティがもう一個ね、インターネットでね、販売ビジネスっていうのをもう7年ぐらいテストでやってるの。でね、実はこのブルーベリーっていうのが、ゆうこちゃん、無農薬で作るってすごい大変なんだよ。おいしそう。虫とか来るじゃん。でその無農薬をね、一生懸命、あとでちょっと上条の話にもなるんだけど、ゆうこちゃんってさ、あの、大阪の府立大学って言って、いわゆる府大、稲北出て、やっぱり頭いい大学行ったわけだよ。で就職試験をして、就職活動してる時に、なんで私がね、農業の勉強しに行ったのに、なんで一般の企業に、いい企業、名前の有名な企業に就職してることを矛盾に思って、せっかく勉強してきたんだから、やっぱりお父さんお母さんが農業で私を生かしてくれたから農業やるって言って、大学
の出る時の就職活動途中でやめて帰ってきた。そうで無農薬に挑戦するって言って大学で勉強してきたことを、それがまた大変だの、やっぱり虫でブルーベリーなんか特に、それを米ぬか巻いたり、あとはね貝殻、ブルーベリーの周りに貝殻があるカルシウム、そんなこととか研究して、でやっとできた。でね、子供たちが農園に行くじゃん、でも知ってる、農園に来て一般の子たちそれすぐにつまめない、さ農薬巻くから。でもゆうこちゃんのとこは子供が遊びに行くじゃん、好きなのとって食べていいよって言える。でそれを伊藤さんとかみんながお付き合いして、例えば田島久美さんとかにこうやって何か物を送るときにさ、初めはやっぱり東京の三越の何高級百貨店のやつをこうやって送ったりしてたの。でもそれめんどくさくなってさ、漬物、例えば玉木さんの家の漬物とかを送ったら喜ばれたんだよ。だからお裾分けっていいなと思って、お裾分けしようと思っていうことで始めた市場がお裾分け市場。本当に自分たちの大切な友達とか友人に、雪村泉さんとかなんかに送るじゃん、事務所の中で取り合い、全国からあの人たちはファンから来るじゃん。もうね、 お中元とかお歳暮部屋っていうのがあるの。でそれをね、まああんまり表では言えないけど、みんなでくじで夫妻がもらって帰るわけよ。でも子供地球サミット側から送ったものはもうみんなで取り合いしてくれる。お裾分け市場っていうのね、はい、そのブルーベリー、あ、食べたことないかな、ここ。ないね。あ、今年じゃあ、あげるな。前食べたことあるんじゃん、なんか冷凍したやつ。あ、あれあれ、ゆうこちゃん。なんかあの、うん、ババロアだっけな。あ、この間あれは、そう、あれはゆうこちゃんが冷凍してたやつね、去年のやつ。あ、この間あげたな。食べたかった。もうね、ブルーベリーそのまま食べてほしいの。大粒で、あんなブルーベリー食べたことないって言うらしい。で、今ね、毎年100個限定でやってるんだけどね、インターネットだけでね、もうほとんど完売。で今年は今もう80いくつかな。でこの間照明の横井ちゃんが2つもとかってネットで申し込みに来て、キンバスさん、あ、いっぱい来ましたね。キンバスさん、レーナが来ました。お疲れ、こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日はじゃあ続きは何ですか。続きはですね、はい、なんと、うん、今回今年の子ども地球サミットミュージカルの第1項の T シャツデザイン発表です。おお、はい、じゃあね、ちょっとみんな映れるようにこっちでやろうか。第1項ね、第1項って言ったら意味言っとくね。あのね、じゃあ思ってます。はい、いきます。5要は歌って、ラーッと歌ってソングス、ね、まあみんなで歌おうと。でこのソングっていうのを S に入れた理由は、みんなで、そうそうそう、一人じゃん、一人ずつ歌うぞっていう意味で、複数人、一人一人が集まって一つの大きくできるっていう意味で、わざとソングス。でこれからね、来年から子ども地球サミットの最終日に行う舞台のことを、今までミュージカルとかエコミュージカルとかで言ってたじゃん、やめて来年からはね、もうソングスっていうの、世界中にソンカスって言ったらもう子ども地球サミットの最後の舞台のことをっていうイメージをつけていく。ただ歌だけじゃなくて演劇もあったりダンスもあったり、じゃあ一つのジャンル、新しいジャンルを作ろうっていうことで、もう毎年ソンカスで、これ第一項なのね。でこの先、ここは今まで伊藤さんが作ったんだけど、なんと安住のお姉ちゃんのココがイラストで、俺ココのイラスト実は好き でただフェンシングとかさ、正直なめっちゃくちゃ忙しいんだよ。であんまりちょっとは無理も言えないし、一応第一個作ってるけど、ここがもしかてなんかシャウトっていうか、はい、叫んでるような絵が欲しいなと。伊藤さん絵描けないみたいな。でこう できたらもしかしたらここのに差し替わるかもわかりません。今はとりあえず第一案っていう感じで、裏実はみんなね、この裏を伏せが裏付きは、はい、これは裏方さんよ。はい、毎年ね、裏方さんだけは、はい、スタッフっていうのと真ん中に裏方さんって書いていつも書いてありますよね。そうで、実はね、裏方じゃないエゴブルームなんかはでもこれが欲しいって言ってくる。でもね、だからこれだってみんなは全部マイブラディのプリントじゃん。で裏にでもね、これはもう伊藤さんの哲学、あの裏方の方が実は T シャツ代も高い。だっていつも裏方って一生懸命汗かいて、
日の目には浴びないじゃん。でも一生懸命その人たちがいないと舞台は絶対できないから、だから裏方さんを立てる意味で裏方さんっていうのはちょっとかっこよく作ってる。で今回はね、横井ちゃんしてる、照明の横井ちゃん、あいつだけは特注な、特注になるわけだよ。青い T シャツがないわけよ。 L サイズも LL もダメなの。ほんと特注なの。 4L とか。そうそうそう、ほんとに。 4L ましてや、ましてやな、あいつだけは5枚ぐらい。あ、汗かくから。現場で2時間経ったら黒い T シャツが真っ白になってた。真っ白、塩で。お前魚かって言うね。魚？いや魚なんか塩吹くイメージだ。あ、違う。海って言ったら突っ込まない、そこ突っ込みたくない。でもそういうこと、面白い。これでも裏方の T シャツもこういう形。はい。で今回はこれはあくまで非売品なので、スタッフもしくは出演する、ね、人だけユニフォームという形で、出演者にユニフォームで配布してます。だから、ね、売ってほしいっていうのもあるんだよね。だからちょっともしかしたら裏方の分だけ。でもさ、この前の何だったっけ、あのチャリティーバザーで買ってもらってた人もいますよね。あああの時な、前の余ったやつな、ほのか多分 T シャツ全部持ってるんじゃない。だって前もだもん、お前もじゃん。だって全部出てくるもん。うん、返せシリーズか。返せ返せ。はい、次なんですか。次はですね、その、子供は地球サミットのミュージカルに備えて、完成版の明日はきっとやってくるの、あ、そう、君らの譜面、はい、今日ね、ちょっと陸前高田の人と電話でちょっと喋ってたんだけど、すごい喜んでた合唱曲ができたこと。はい、田代先生だな。はい、南美濃中学校水部の、はい、ちょっとアップするな、そのまま、まずそのまま出して。はい、はい、田代先生が、はい、はい、こんな感じで譜面が出来上がりました。これ最終号です。はい、でこれを、今から、村長の名前で、各小学校、あと中学校、あといろんな人たちの親に対してね、来週からもうね全部に配布されます。で田代先生にもねちょっとお願いして、小学校の合唱部の練習の時に田代先生来ていただいたり、あとこの KC の稽古にもね、もしかしたらね、歌の部分だけ来てもらうかもかな。誰が？田代先生。田代先生。うん、誰が？絶対売れていいから。合唱を、2世でやってるのね。ただね、ちょっとね、この間やってみたんだよ。みーちゃんがここでピアノ弾いてくれて、さあちゃんとみんなでやったら、すごく良かった。でも、なんか俺のイメージがもうちょっとだけ違って、最終句はこれで、もうセンスはこれで OK なんだけど、またね、グッとやると、最後の明日のきっとやってくるで終わるのね。みたいに、最後は、はーって、もう、天まで届けみたいな。明日はやっぱり掴み取れみたいな。だから今のは、明日のきっとやってくるで、綺麗に終わってってるんだよ。やっぱりな、その明日はやっぱり掴み取らなきゃいけないって意味で。あ、なんか、わかった。言いたいことは長くわかる、長くわかる。で、あと、ララ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 も、まあ、そこはもう全部ユニゾンでみんな一つなのよ。それも嫌で、ララ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 ラみたいなとか。入れたい。でもそれはもう小学生とかには無理だから、エコブルームと、まあ、正直 KC の子たちだけはちょっとララララ新しいハーハーハーとかなみたいな。でそこはちょっと上条にも、上条サブタイム出るからちょっと今狙ってるっていうか。で、あの学校と中学校とか一般の人たち用の譜面はこれで完成で、あとこれに KC の子たちとエコブルームにも、もうハイちゃんにもヘッドセットつけて歌わせたかなと。あ、カモメでデビューしてる。今ね、明日はきっとやってくるの中で、まずメインにちょっと、まずがそのちょっとダンスシーンの部分、振り付け考えてもらうと思うんだよね。でそれ以外にほのかがギターで一個だけソロみたいな、ギターの音だけ。だからギター間違えたらめっちゃかっこいい。で
があるで、ダンスのところはもうアズとディナがダンスメンバーもそこ選んでいいから、もう極端だし、もう何人かだけでもいい。え、私が選ぶ、うん、お前、あ、ごめんごめん、言うの忘れた。今回のダンスのリーダーやってるじゃん、うん、ダンスの、あのメインの方な、そのままのリーダーが、あ、お前で、そこの場面ももう極端だし、場面を見て3人でいいとか4人でいいとかも2人でいいかもから、もしかしたらそれも含めて、そこの 場面のイメージは、そこは振り付けはアズに考えてもらうけど、その構成はもうディナーにずっと一緒に明日は切ってやってくる、中でやるやつ、中でやるやつ、で2人がこうやって合唱でこれシューンって言って、めっちゃロックになった瞬間に、例えばその2人でめっちゃバー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 、あ、それもそれな、例えば例えば、でもそれは楽曲な、さっき楽曲できるじゃん、その楽曲のイメージに合わせてくれたらいいよ、楽曲で、で例えば、いや、だってうちが振り付けするところってさ、ロックのところだけでしょ、振り付けのところはあくまで音楽を先を出す、そこの場面の音楽な、音楽と歌、その歌のところ、でそれに合わせて考えてもらえるわけね。え、どこの場面をうちは作ればいいの、その一個だけ踊るソウルな部分が出てくるの、まず曲聞かなきゃ分かんないってことね。で、例えばリズムの場面あるじゃん、リズムの場面もあそこは今踊れたら踊るってこと、 リズム隊がいて、で、そこはハイちゃんがブラーンと、あのあいつだったじゃん、昔アンナとやったああいう場面を作るっていう場面、かっこいい。で、高田ちゃんからはマイカとハイちゃんが途中でギターのなんかソロができる場面が欲しいとか、もうみんなにのアイデアがある。でね、一番メインは実はね、客席の中に客席を立たさなきゃいけないじゃん、最後は客も一緒に立ってもらう、それを皆さん立ち上がってっていうのはこれやりたくないわけよ、伊藤さん的に。もう今、まあ、もう言うとお客さんの中に降りていく、もしくはお客さんの中に一人歌える子仕込んどこうと思ったよ。でその子が急に明日聞いてある場面の時にパーンって一瞬無音になって真っ暗なので、パッと客席に照明が 4方向から客席のその一人のところにパッパッていくわけよ。で急にその子が立ち上がってアカペラで歌うので、歌いながらこうやってみんな煽っていくっていうのかな、で全員で歌わなきゃいけないムード感を作るっていう場面が、でそれを今そこはぶっちゃけた話、その場面は安住かもう一人、今ちょっと連絡待ってるんだけど、一人高校生でミーシャみたいな子っていうのがもう来てるわけよですごい KC にも来たいと言ってきてくれてるみたいなんだけど、ただ俺も会ったことないし、はっきりと伊藤さんははっきり言うタイプだよと言ったから、出すとは限りませんよと、ちゃんと誰が見てもあこの子だったらね、その場面で誰が見ても OK、 ダンスの子たちが見ても誰が見ても OK っていうような厳しいオーディションがありますけどってこと、条件なんだけど、でそれが安住も、まあ、いいなとは思ってるんだよね、表情は、ただ怖いのは外れるっていう一か八かがアカペラだからね、あるっていう、そうですね、そう、まあそういうようなことがあります。はい、はい、次は何ですか、譜面をお見せしました、お見せしました、はい、次はですね、あこれね、来週からこれダウンロードできるように、あの番組見られてる方とね、来たい人は、あただ きつい話があります、1個、はい、役場からですね、いろんなもうすごい問い合わせが入ってきてます、今整理券、はい、でこれに関しては、もう時間だからもう並んだもん勝ち、まあ、基本的には全員歌ってきてもらいたいけれども、一般の人たちやっぱ相当問い合わせがあるんで、時間会場前に整理券約300枚ぐらい配ります、だから早物勝ち、おだから もらえない人はもらえません、しょうがない、もらえない人は見れないの、インターネットで見るしかない、なんか客席はもう入んねんのが300人しか入らない、インターネットで見れない人は、そんなに来るんですか、来るっていうか、去年 もう取り合い、チケットは毎回取り合い、そうなんだ、そう役場のやつも、なくなっちゃうぐらい、うん、チケットはだってね、無料だもん、来るでしょ、うん、でも、歌える人じゃないとダメなんですか、基本的には歌える人はダメって言うんじゃなくて、歌ってもらいたい、だから最後は全員で客席立ち上がるから歌ってもらいたい、そこで一人だけ座ってても良くないよね、歌ってもらいたいっていうのは言っとくけれども、練習も過ぎてもらいたいけれども、整理券で、ね、夜中から並んで人はもう当然入れるよね、うんうん、そういうこと、はい、は
はい、小山だって整理券買わなきゃ入れない、ね、整理券買うもんなんですね。あ、間違えた間違えた間違えた、はいはい、整理券もらわないと入れないんですか、はい、親も、うん、みんな平等だろ、まあ、みんなやっぱ平等じゃん。だって一昨年の時なんかも村長の奥さん並んでたよ。いい本当で、ただここだけの話だけど、こうやってあっ入れようとする人とか見つけるじゃん、人さん全部並んでたよ。本当並ぶんだよ。あの初めてやった南野で、そのアズラが初めて出た時の、あの時もうわ並んで、ちゃんと村長の奥さんも並んでて、はい、ダメです。でも途中で、はいここまでってなるじゃん。その後嫌いがもらえなかった人はちょっとやっぱかわいそうだよね。立ってでもやっぱり見れないんだ。消防法の問題でだよ。消防法っていうのは、もし地震が起きたりとか事故があったりとかしたらダメだろ。だから観客席っていうのは決まってる。ただ一昨年はね、その時はね、あそこ図書館のところにとかモニター出してたんだよ。あ、本番で。だからそこで入れなかった人はそこで、あ、見れるよな、見れる。でも外でも、だから今回もそれはやる。会場では見れないけど外で見れるようにはするけれども、ただネット、こその時インターネットがなかったじゃん、うん、熱いじゃん。でも今度はインターネットでいろんな、ね、楽屋裏まで見れるじゃん、インターネット。逆に客席では見れない場面を見れるようにはしてあげたいよね、うん、終わった後とか袖でよっしゃ行こうぜとか、終わった時になあ お疲れとか言える部分は、お、え、生で、生わあすっごね、お疲れ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 、あのね、最後の達成感はね、そうそうそう、目の前でこんなのとりあえず、そうなんだ。でもそれがまあ、でもそれはもうどんなコンサートでもまあそうしょうがないね、それは。じゃあうちらも頑張って並んでたりして神様の可能性ある、落ちたら。あ、そっかそっか、並べよちゃんと並べて並べて、向かってくれよお前を。はい、はい、じゃあ次行きますか。はい、次はですね、昨日糸さんが、あ、はい、昨日東京である仕事行ってきて、まあ、あのデモ、あの反原発デモ、ディナーはテレビでよく、今回あんまり流れてないじゃん、テレビ、わかる、うん、今総理大臣の官邸前でもうデモが毎週金曜日に行われてるの、わかる、そう、ね、あれ、ディナーも知らん、テレビでやらないから。今ね、先週は要は大井原発が動くことになったじゃん、今回、うん、あれに対してみんなが反対運動してるわけだよ。っていうのは何にも福島も何も解決してないのに、なんで動かすので、逆に節電すれば大丈夫じゃないの、自然な電気で大丈夫じゃないの、みんなで我慢すれば。でもね、それも関係なしに動くことだったわけ、勝手に国会が決めちゃったわけ。でそれに対してリナね、先週の金曜日4万5千人集まった。そのただ4万5千人じゃ、でもそのまだまだあって、あの道路があるのね、国会議事堂前と総理大臣の家の前に。でその道路は封鎖するまでならなかったの。でも4万5000人がさ、何の団体もなくて、ツイッターとかフェイスブックだけで全国から集まってきたの。で昨日は伊藤さんもあの、まあ、レコード会社の人間とかアーティストと歌ってたんだけど、俺たちにも何かな、テレビでもやってくれないんだったら、昨日も途中で会議をやめて6時から8時まで呼びかけがあったから行ってきたの。リトさんが5時半ぐらいに行ったの、まあとで映像見せるけど。そしたらね、昨日は4万5千人を超えちゃって、道路あるじゃん、道通ってる道路まで人が入っちゃって、急に警察がもう道路封鎖するぐらい、封鎖するってことはね、営業してるのも営業できなくなるし、すごいじゃん。そしたら国会議員さんも国民の声に耳をな傾けなきゃいけなくなる。だから今まではもう傾けてもくれないじゃん、例えば嫌だって言っても届かないじゃん、うん、勝手に。だから安住がな、前に YouTube でしか流れてない、あ、マスメディアは流さないものって言って歌、人間失格とか見つけてくれたじゃん、まさしくそのまま。でテレビではね、フジテレビではね、昨日1万7000人がとんでもない、1万7000人どこじゃないよ、来た人間はわかる。で簡単にやってた、やっぱり。だでも YouTube とかではもうどんどん止められないな。いろんなミュージシャン、伊藤さんもミュージシャンって言ったんだけど、実はまあ名前はあえて言えないけど、あのいろんなアーティストがいっぱい来てる。でやっぱり歌ったりとかするじゃん。やっぱり今ここでアーティストが歌わなければ、ここで声を上げなければこの国はおかしくなるっていうような。伊藤さんはね、途中でもうすごくなって、はこれ
帰れないと思ってね、途中もう1個だけ仕事あったんだよ、そのレコード会社との。で途中で、失礼したんだけどね、ちょっと1分だけどんな映像でっていうのを用意したから、アズとリナとかね、この番組で見てもらいたいなと思って。あ、 VTR をじゃあ用意します。はい、反原発でもね、要は大井の動くのを来週から明日からか動くやつをみんなで止めようって言ってる。これ止まるんじゃないかなと思う、うん、はい、 VTR でいいですよ。はい、では今度こそ、今度こそ、はい、決めましょう。 OK、はい、R こうですか、うん、OK、はい、あ、こう、あ、こうか、そう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 、じゃあ見てください。はい。はい。VTR スタート。立ち止まらないでください。ここ大変危険ですので、立ち止まらないでゆっくり前に進んでください。立ち止まらないで前に進んでください。危ないですので、警察の方も指示に従って立ち止まらないでゆっくり前に進んでください。飛んでなくて、岩上さんっていうインターネットテレビの人たちのヘリコプターが飛んでた。で、ニコニコ動画で、ニコニコもすごく、僕、井戸さん現場行ってたから分からなかったんだけど、終わってから、あの青山に戻ってから会議やってると、みんなが、すごかったですよ、すごかったですよ。で、テレビのニュースじゃなくて、ニコニコとか、ユーストリームとか。でね、途中で井戸さんがみんなにこうやってメール、ツイッターやろうと思ったの、電話とか全然つながなくなったのよ。うわー、やっぱりこんだけ人が集まって、みんなが iPhone とか。持ってたらこれは、あ、電話繋がんないんだと思ったら、ソフトバンクが中継者がしてきたの。ドーン、うわー、孫正義さんの一言でソフトバンクがアンテナしてきたの、そこに。でも応援しに来たんだよ、ソフトバンク。でもみんな急にそこからまた電波を繋がるようになって、でみんなにこうやって運動、こういう、だから昔に伊藤さんこれね、あの伊藤さんの時は正直こういう運動なかったんだけど、もっと先輩たちの時代、昭和の1960年とかにやっぱり日米のか、ね、この法律ができる時にやっぱり学生たちが怒ったわけよ、安保闘争、中国も、あの上条君がいた中国も民主主義を、ね、勝ち取るためにって言って学生たちが天安門広場の前にデモしたの。でも中国は戦車でその制度引いちゃったの、ガーン、そうだよ。で国の圧力でそのデモを戦車で引いたんだから、学生撃ったんだよ。なんでだって要は中国も自由、本当の自由主義は欲しい、選挙やるべきだ。中国はそうじゃないから。で学生たちがやっぱりこうやって天安門広場の前に何十万円どころじゃなかったと思うよ、集まったのを軍隊が動いて撃ったの。でそれは今インターネットで調べても全部消された、中国政府が消したの。そういう国もあるわけ。でも日本は初めて、日本はそういう意味ではこういう運動やったことなんで、60何分の時やったの、やっぱり火炎瓶持ったり学生が。でもやっぱり自衛隊とか警察がやっぱりね、拳法に対しては拳法、火炎瓶に対してはね、拳法持って、やっぱり威力と威力が戦ったんだよ。やっぱり日本も俺は負けたと思うのね。例
ただ今回はそういう武器じゃなくて歌歌ったりで、みんなが集まってきてさ、政治家だけじゃなくてみんなの意見届けようとして動いてることに対して俺ももう会議やっぱりな、参加できることやりたいな。で、伊藤さんが行ったとこはたまたま福島の子供たちが集まってたの。その子たちはもうみんなで、ね、お母さん返せとか友達返せとかやっぱり叫んでた。本音だと思う。その映像もちょっとあるけどね、ちょっと今日はそこはあまりにもなんか仕掛けてると思われたら嫌かったからちょっとあえてやめたんだけど、すごい辛かった。でもこういうことの運動で何かがな変われば、もしかして原発がもう動くこと決まってるけど止まる可能性あるよね、うん、逆に止まるんじゃないかなと思う、うん、初めて歴史が、日本の歴史が一枚変わるんじゃないかなっていう。だってこんだけさ、でもこれだけ、そうでしょ、政治家も。で、昨日ね面白いニュースがあって、野田総理大臣が声聞こえるじゃん、首相官邸にいて、でその取材に対して大きな音が鳴ってますねって言ったんだよ。でそれが大きな音じゃねえよ、これは国民の声だよって言って、音じゃなくて声だよっていうのは昨日いっぱいタイムラインに流れてた。俺も本当そう思う。音じゃない、音じゃない、うん、な、みんなの声。てかでもこれで政府が動かなかったら逆におかしい、うん、そうだろ、オディナ。でこうやって田舎のな、みんなにもこういう情報がないじゃん、うん、テレビやってくれなければ。でもこういうことが今起こってるんだよ、この子。それどうしても伝えたくて、うん、みんな言ってるよね、うん。そこであの桜先輩が、おお、桜先輩が来ました。桜はね、こんばんは。今度ね一回ね、これ参加してくれるんだよ。で7日に来ようとしてたらね、学校で見送って勉強できるのかな、だから時間調整。そうで、明日も勉強するに来るかっつったら、なんか明日妹とお母さんもいないから家事のお手伝い、またよろしく。妹、お姉ちゃんじゃない、お姉ちゃんか。妹もいない、妹かな、妹。はい、じゃあ次のね、次、はい、はい、じゃあ次は、はい、その、ミュージカルに関係して、はい、あの記者会見。ああ、もう50分なんでちょっとはしょるな。来週の月曜日の毎週のほのかの、番組を実は火曜日に変更します、はい、あ、そうなんですか。そう、それでちょっと今日もう時間ないんでパッて言うな。はい、見せてあげてもらっていい？このチラシが今度、はい、村民みんなのとこに孫子に乗って行くんですが、記者会見っていうよりね、ごめんなさい、記者会見じゃない、今年は記者会見やめました。記者会見という形はやめて、まずね、取材もうね、やっぱり記者から取材が入ってきてるの今で、その取材を受ける形を火曜日で、なんとね、また、はい、唐木村長の名前で小学校、南田小学校、南部小学校の保護者、お母さんたちにサミットに参加しましょうということと、あと合唱で、これはアズとリナにお母さんとかに今日渡してあげたいってサーチャー言ってたのは、本当はサーチャーでは説明したかったんだけど、ちゃんと村長がこうやって応援してくれてるやつなんで、村民代表してほのか、アズミ、リナ、あと上条君にちゃんと取材受けてもらいたいですっていう意味で、それでして、はい、うん、で火曜日はね、だから6時ぐらいかな。でここに記者集めて、ただ、ちょっとだけ打ち合わせした方がいいから、いきなり来て記者にバーンって言われて、安住ちゃん何とか何とかですってボーッとしてもらうそれで言うそうも、公開でやるからかっこ悪いで間違えた記者ね、案外一番ね質問してくる人もいるよ。でさ、で基本的にはプロデューサー、サープロデューサーにも入ってもらって、一人で心強い、考えません。いつもは、去年までは田島久美とか、ね、ゲストの人たちでやったけど、今年からはね、キーズステーション KC で今回公にキーズステーションクラブが企画とか運営やっていくっていうことも、この案内にも載ってる、チラシにも載ってる。そういう意味ではみんなで、ね、いい、頑張りましょう。はい、はい、はい、じゃあ詳しくは火曜日の多分6時ぐらいの緊急放送かな、まあ、7時にはならないと思うぐらいの放送の中でやりますと、はい、で今日本当は番組でやりたかったのは、サミットでの時にやる安住の歌とほのかの歌の楽曲を火曜日の時に記者の中でもやる、はい、うん、あ、明日来るもんね、お前。明日、はい、来ます、勉強にね、はい、じゃあ休憩の時にセットリストだけ、は
あとはもしこれなんだったら来て勉強で誰だったら記者会見の前でもやるの。いややらないよ。もしかしたらでも1曲だけをやる可能性あるかもな、記者会見絵面として1曲ずつぐらいをやるかもかな。はい、はい、じゃあ覚悟だ。明日だけ言ってやってくるわ。でも多分やると思う。それは絶対やると思う、うん、記者の前。あ、このコーラスバージョンじゃないけどで、はい、その覚悟言います。はい、でそのリストはあと高田エコブルームの高田ちゃんに渡さなきゃいけない。高田が今回バックで真剣に全部やってきてくれるから。であと音響屋さんと技術スタッフにもそれ渡さなきゃいけない。この曲の時にはこんな色つけた方がいいとかなんでしょ。はい、一人でやるから。じゃあ今日はラストファイトで。あ、もう時間なかった、はい、じゃあ今日はファイトで。今日は盛りだくさんでしたね。盛りだくさんだと思うね、はい、本当はね、実はね、ここでやりたかったのに、ね、上条君出てきてもらった理由はね、教育っていう、彼が今度ちょっと軽く教育の今回 なんで教育、諸行訓体験教育の方行きたかったかとちょっとみんなにも話して、俺言うたら今日感動しちゃったから、なんでやろうとしたことかちょっと話してもらっていい。うん、例えば画面チョコね、うん、その商業にしろ、うん、もう聞いてやってないほのかな、工業にしろ、うん、農業にしろ、うん、最終的にはその教育だと思うんですよ、うん、で例えば教育でその外国とか行って、まあ、日本の技術じゃ追いつかないところで外国の技術を学んできて、でそれでまたこっちの日本に帰ってきて、で村とかに帰ってくればまたそれで新しくなるじゃないですか。そうだな、世界中の技術も導入できる。だからその工業を良くしようって言ってる人も農業を良くしようって言ってる人も、そのこの村とかの教育とかがちゃんと成り立って子供たちをうまく育て上げて、それで世界に発信していかない限り、そういう村のみんなが求めているその子供は生まれないって思ったんです。その通りだと思う。だって同じ村で、例えば今のさっきデモの様子でもさ、本当俺ある格好でね、今日見たんだけど、このデモに参加した中学校の先生は自分の教室でこれを見せてる先生もいるの。そういうことだと思うな。本当のことをちゃんと教えたりとかしないと発想も出ないよな、うん、俺はそれすごく大切なことだと思う。だそれを教育委員会に体験行くことによってそんな話をしてみた。ちょっと教育委員会の下に学校があるから、うんうん、で言っていいよって言ってるの。伊藤さんは長野県の 県の方もな、県庁の方の教育委員会にもいっぱい問い合わせしてるんです、うん、なんで子供たちにインターネットっていうのも教えないですかって。教えてる村もあるんだよ、使い方を。もっといい使い方いっぱいあるじゃんな。隠れてやるもんじゃなくて堂々とできるってことももっと教えていくべきだと。すごく面白い。本当は今日はその話したかったの。だから記者会見の前に明日か、明日便秘に来るじゃん、うん、空いてる時間にちょっとサープロデューサーも帰ってくるから、その辺のところちょっと話しようよ、はい、すごく魅力的な話だと思う。清水さんがいいこと言いますねって、うん、ほら中学校の子たちがそういうことをもうどんどん発信していくべきだし、世界中の中学はそういう発想いっぱい持ってるよ。で高校でも海外行きたいっていうのも当たり前に思ってる。みんな悪いことでも何でもない、世界のものをいっぱい見てきて日本に持って帰ってくるっていうのは素晴らしいと思う。 OK、 じゃあみんな頑張れっていう、はい、お前が頑張るよ、うん、っていう意味を込めて、はい、今日はね、アズの歌とかもほのかのあっちも一曲やりたかったけど、今日はもう時間、記者会見準備もあって一個このファイトっていう課題、これもオリジナル曲じゃないんだけれども、この楽曲はあの子供たち全員一回歌わせてあげたいなと思って、今年のサミットの子に。それは頑張れよって意味じゃなくて、うん、自分自身の頑張ろう、自分自身に対するエールっていう意味で。そうだね、アズ。はい、はい、じゃあリバーブ入りました。ちょうどこの1曲でいいぐらいです。ワン、ツー、スリー、フォー。ララ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 ラ
うん、はい。じゃあ来月からディナーの、リーダーです。司会が私になります。交代か。もう2回の練習とか盛りだくさんだよね。今度は記者会見終わってるからもういいや公になってるし、いろいろ整理券のこととかも含めてだけど、いろいろ大変だね。大変だ。はい、大変だ。パミナパチパチ、いい曲ですね。パチパチ、すごい。じゃあちょっとつないでください。はい、視聴者どうですか。あ、先ほど歌歌って、そっち側でやりたかったな。うん、私歌ってる途中にさあ、うん、見たいなって。なんかあんまりあれすごい下がってる。じゃあじゃあさっきのやつ。ああ、やっぱり上がって、今ちょうどで歌い終わってずっと150。はい、 OK です。さすがさすがで、まだ上がってます。はい、じゃあこの調子で、はい、ちょっと待って、ね、今、はい、終わりをしましょう。終わりをしましょう。終わりにしましょう。日本語おかしいな。終わりにしましょう。日本語おかしいな。終わりにしましょうだよ。おかしい？いいよ。おかしい？おかしい？切れてる。切れてない。切れてない。切れてないですよ。懐かしい。懐かい。なんかおかしい。ほのかの言ったらなんか。この記者会見の。今日よかった話。だからもっとちょっと突っ込んでやるのかな。はい。うん。なんでやねん。その話、まあ今日。うん、今日さでさでちょこっとだけだけどよかったよ。さすがです、さすが。その何この子の鼻先。今心の底から笑いますよ。って心で笑い。あ、はい、今度の番組の予定をお伝えください。はい、はい、はい、続いての番組は火曜日の6時頃から、はい、前もってつぶやきますが、はい、前もってつぶやくので皆さんぜひタイムラインを要チェックです。で、そこら辺の時間から始まる明日はきっとやってくる2012広報番組です。その中で取材を受けます。取材を受けます。皆さんぜひ必見です。皆さん見に来てください。さすがうまいことまとめました。さすがほのたん。何がや、何がちょっと待って、エンディングの準備はこれで、はい、できやし、あ、間違えました、間違えました。これで、これでできまし、あれ、あれなかなか準備が、君らのカメラがない。これか、どうだ、これか、これです。うん、はい、大丈夫です。ダメでーす。ダメでーす。ダメでーす。どうしたの？いや、思い出し笑いしちゃってすみません。ケオドさん、はい、学校な、はい、予感テスト勉強で見れないかも。さあみんなね、あ、じゃあアーカイブも。その時間は学校の予感、学校がある気がするから見れないかもねっていう話。大丈夫ですか？オッケー。あ、そう、学校の予感テスト勉強、あ、大丈夫ですか？はい、大丈夫ですか？はい、オッケーですか？はい。はい。あの天然武系でも一人下がりませんが大丈夫。よかった、よかった、よかった、よかった。はい。どうぞ。え、いいですか？じゃあ、あ、まずほのかと上条くんはこれでバイバイになっちゃいます。はい。はい。あ、すいません。どうしためっちゃ声食べた。たつやさん、たつや 2012Z さんが来てくださいました。はい、かわいい。こんばんは。ありがとうございます。はい。じゃあ見に来てくれてありがとうございます。コメントじゃなくて、はい、じゃかわいいってコメントがあったんで、それでうちがありがとうございますって言ったの。なんかそのかわいいを認めた感じで多分。あ、そういうことでしょ。違って見に来てくれて。いや違うよ、あずやかわいいよ。違います違います、いいんだよ、全然いいんだよ。いやいやいや、ありがとうございます、来てくださり、ありがとうございます。今日はほのかと上条はまだ勉強です。はい、いやです。頑張って。今日はね、この後月曜日の、あ、火曜日の月曜日、皆さん間違えずにね、亡くなりました。はい、月曜日に来てもあのやってないので、ぜひ皆さんご注意ください。で、今日は夜に、イマジー TV で、昭和歌謡子のコンサートがあるんで、よかったらそちらを見てあげてください。 OK です。はい、じゃあどうぞ。リナさんが、はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。終わりにしましょう。はい、はい、終わりにしましょう。あず、みんな、バイビー。 Thank you.
こども地球サミット2012広報番組6月30日の放送の再放送でした。安江ちゃんがさ、多分カザフとか、ロシア語、これカザフ語か、あと、まあ、英語のやつとかやってくれてるおかげか、すごいね、フェイスブックのメッセージ。久々、伊藤さん、沢さんが今
ね、シンガポールとも国際電話で、そうですね、また今ちょっと言えないですけど、ね、後日報告できるように、はい、はい、ですね、あとは、そんなもんかですかね、今日はあと何かありますか、佐々さんから。大丈夫かな今日。あとみーちゃんが、この12時を回ると誕生日なんで、うん、起きてる方はこっち側からもな、 Facebook とか Twitter でおめでとうコールするから、はい、起きてる人は一緒にやってあげてください。はい、ひすかわさん、はい、じゃあ以上ですかね。はい、次の宣伝して、はい、次回は7月7日は、ようこじゃなかった、みなみちゃんが来ますね。ああ、中二の、うん、名前みなみって言うんだ。みなみちゃんって言ってましたね。はい、楽しみだね、オーディション、うん、はい、はい、その後オーディションで良ければ歌えるなと思ったらその場で番組出てもらったらいいよね。うん、同じだもん、あずみとりなと中二だもん、うん、はい、そうだね、で出なかった時はダメ出ししたと。でもかわいそう、はい、代わりに私が出るといいな、もう。はい、はい、それでは、子ども地球サミット2012広報番組再放送、これにて終了させていただきます。次回は7月7日土曜日、19時から子ども地球サミット2012広報番組を、リナ&アズミでお届けいたします。それではアズリナ、バイビー。